光機戦場に勝利の調べを奏でん。殿、いいんですか？劉備とは命があるとはいえ、この合皮攻めは。ああ、奴らの方便だな。大方漢中を取りたいと言ったところだろう。だが構わん。劉備を入れての天下二分の計。こうして曹操を揺さぶるのがあるべき形だ。なるほど、持ちつ持たれつってわけですか。まあ、こちらが利用するより先に利用されるのは少々悔しいかな。そこは貸しってことですかね。細かい話は関係ねえ。喧嘩ってんなら腹据えて突っ込むだけだぜ。ち、あんたな、少しは考えるってことをしろっつうの。いや、観念の言うことにも一理ある。敵の首相はあの長領。この戦、覚悟と先進なくしては望めん。うん、我ら孫吾の部、全力を持って当たらねばならんな。ふん、太子侍たちが部を示すならば、知略は私とロシクに任せてもらおう。おう、周瑜の、お体はもう良くなられたのか。ああ、心配をかけたな。敵の陣容や知性など、周瑜殿と俺で司祭につかんである。観念、両と、俺たちの話をよく聞いておく。二人とも、突っ込むだけでは能がないぞ。いや、だから一緒にしないでくださいよ。よし、行くぞ。孫吾の治癒、この合皮にほとばしらせるのだ。敵は我らの大領、小子峡を狙ってくるはず。我らは先に。そちらの危機を除きます。他の者は北と西を攻めてくれ。敵の目を小子峡の別動隊からそらすのだ。敵はこちらの隙を狙い伏せているはず。おそらくはあの拠点あたりだった。おい、あんた頼むから足を引っ張るなよ。あんたの考えなしにはいつも迷惑してんだ。グッチ、ちうるせえな。おめえこそネタ打ったりするんじゃねえぞ。ここにいるとは。だが熱き魂は。我が熱き魂の加速が敵の要所ってやつか。うせえ、俺たちがぶっ潰す。この間は勝てなかった。だが終わりではない。これで小子峡は守れたか。しかし少量を取り逃したのは厄介だ。まあいい、我らの目的は合皮城の制圧。少量はひとまず置いておくか。ここだ、ここだ。そう、見ているか、孫策。孫権殿は今大しく戦っておられる。これからは俺はこの戦に身命を賭す。孫策殿の道を紡い、若き虎の総画となろう。進むべき地は定まった。俺を信じてついてくるといい。みんな動き出すようだね。私らも一瞬。
動くよ。来たな。だがこの先へは行かせんぞ。よし、ここだ。受けてみよう。羽根橋を上げられた。カイロより指導を目指す。ここだ。燃える情熱、座に付けてやろう。そうか。ああ、いざ参る。助け立ちくださるか。雨だけ、奇襲には絶好の場所だな。俺が敵なら、あの上に奇襲部隊を配置。お見事、見せつけてくれますな。お見事、見せつけてくれますな。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。どうしようもねえ。ここだ。やな予感がしたけど、逃げてるの効かよ。ああ、奇襲が台無しだ。工作兵を待機させてあります。羽根橋を彼らを出動させましょう。シュア、この俺が相手だ。喧嘩になってきたぜ。やれやれ、なんでそう暴れたがるかね。我が心は炎。俺の筋が上がりながらね。だろ、行くぜ。ここだ。燃え上がれ。見事だ。その調子で奮戦せよ。さすがは周遊殿、あなたは文武両道の手本でしょうな。自分はそう思考。戦いが望みとはだ、容赦せぬぞ。なんという武勇。
任された。その命令、その真意を答えるのが我が責務。勝者の準備は整いましたな。あとは城門を開けるのみです。今こそ神明を賭して戦う時。合皮の城は我らが守ります。ごめん、時は熟した。これ以上好き勝手させるかよ。やはりただでは通してもらえんか。勝者を援護するため奴らを倒すぞ。調子に乗せ。合皮城の門は開きました。さあ、トロ、皆に号令を。全軍、すべ！合皮より援軍を除くのだ！何に敗れたのだ。教えてやろう、長領。我らには託されたものがある。父に、兄に先達に導かれ、それを超えるべくかけているからだ。孫悟三代の治癒、貴公のもとに結実したということか。ならば我が部はそれをも超えてみせる。今は貴公らの治癒をたたえよう。やろう、逃がすかよ。いい。この戦は終わった。焦らずとも、ヤスとはすぐに戦うこととなろう。お見事な勝利でした、殿。うん、治癒、お前たちの導きあっての勝利だ。それに兄上と父上も戻ってきてくれた。今日ほど伸びやかに戦えたことがあったろうか。周囲、兄上は一緒ではなかったのか。孫策も直に合流するでしょう。それよりも殿、この勝利、孫権殿でも孫策でもない、殿の手によるもの。皆、殿のお言葉を待っているのです。皆、よく戦った。勝ち時をあげよう。この戦、我ら孫悟の勝利だ。